フリードリヒビルヘルムフォン・ザイトリッツ。美化された、肖像画、フリードリヒビルヘルムフォン・ザイトリッツ・クルツバッハ断尺、フリードリヒビルヘルム・フライヒーアフォン・ザイトリッツ、カーゼバック、1721年2月3日から1773年11月8日、は、プロイセン王国の騎兵大将。クレーフェ公国のカルカー生まれ、騎兵少佐であった父、 ダニエル・フロリアン・フォン・ザイトリッツが1728年に没すると母は子供たちを連れてバーとフライエンバルデへ移住した。同地で通学し苦しい生活の中で成長すると13歳の時大佐として父の上官であった偏教博フリードリ・ヒビルヘルムの宮廷にページとして迎えられている。そこでザイトリッツは非凡なほど馬術に習熟した。 1740年、国王フリードリヒビルヘルム一世は彼を強行騎兵連隊の順位としてシュベートからビアオガルトに転属させた。その上でザイトリッツは第一次シュレージエン戦争に参加し活躍する。1742年に捕虜となった時、身柄をオーストリアの大尉と交換されるほどであった。1743年、 フリードリヒ大王から第四フザール連隊の隊員に任命されると、ザイトリッツは彼の中隊を訓練し、著しい効果を上げた。そして第二次、シュレージエン戦争に従軍し、ホーエンフリートベルクの戦いに勝利した後、24歳で、少佐に昇進している。終戦の間際、ザイトリッツは15個の騎兵中隊を敵前で巧みに、指揮した。また、越兵の際、 フリードリヒ大王の午前で騎兵の指揮に才能を示し、1752年に中佐、1753年に第8強行騎兵連隊の連隊長へ昇進した。彼の手で、間もなく、同連隊はプロイセン王国全軍の模範となる。1755年には大佐に昇進した。翌年、7年戦争が勃発する。1757年5月、 重機兵を予備兵力とする監修に反し、ザイトリッツは、プラハの戦いの前衛部隊に参加するべく、彼の連隊を進出させた。その時、沼地を馬で渡ろうとして、命を失いかけている。また1757年6月、コリンの戦いで、機兵旅団の戦闘に立ち、見事な突撃で、オーストリア軍の追撃を阻止し、名を挙げた。その二日後、 フリードリヒダヨーは彼を少々に昇進させ、プールルメリット勲章を授けた。ザイトリッツは、この昇進を長らく待ち望んでいたので、ハンスヨアヒムフォンツイッテン中将から祝福された時に、こう答えている。各家、私にさらなる仕事をお求めなら、これ以上待てないところでありました。私はもう36歳なのであります。これを除けば、彼の講師における、つつましさと美徳。 そして、騎兵の能力を最大限に引き出す、卓抜した観察眼は広く称賛されていた。三端たる敗北に終わった、コリンの戦いに続く陰鬱な数週間、ザイトリッツはその活力と精神力を4度にわたる、騎兵戦で振るう。1757年11月5日、ロスバッハの戦いに臨む朝のこと、フリードリヒ大王は二人の年長の将軍を任から解き、 ザイトリッツに全騎兵の指揮を託した。そして戦いが済んでみると敵軍は総崩れとなって4分5列しフリードリヒ大王の軍で発砲したのは7個大隊のみという結果に終わった。それ以外はザイトリッツと指揮下の騎兵38個中隊の働きであった。同日夜、大王は彼にクロアシ賞を送って中将に昇進させている。そのザイトリッツは 乱戦の中で不運にも傷を負い、続く4ヶ月にわたって行動不能となった。ザイトリッツの健康状態は頻繁に問題となっていたが、それは偏境迫に仕えていた頃、悪い噂となって広まるほど自身を粗雑に扱ったためである。その結果、負った傷がどれほど小さくても彼は動けなくなってしまうのであった。1758年に復帰すると、 ソルンドルフの戦いで、再び友軍を救う。プロイセン的な復従の解釈の一例として、引き合いに出されるのはこの時の働きである。ザイトリッツは、指揮下の騎兵を率いて、戦闘に介入せよという汚名を何度も拒んだ。その首を持って、戦いの結果に責任を負うべし、と脅されても、そうしたのである。彼が戦闘を開始したのは、 側面攻撃で最大の効果を上げられるようになってからであった。この判断は戦いの勝利に著しく貢献している。ザイトリッツは王の命令に言葉ではなく感性で従った。受けた命令が発令者の意にかなうかどうかを自主的に確かめるという姿勢は現在でもドイツ連邦軍に受け継がれている。ホッほ切るの戦いでは、騎兵108個中隊をもって、 クロイセン軍の撤退を援護し、大敗に終わったクーネルスドルフの戦いでは、ロシア軍の保持する丘に絶望的な突撃を仕掛け、重傷を負った。その傷を癒す間に、白女アルベルティーネ・ハッケと結婚する。1760年5月に軍に復帰するが、フリードリヒ大王によって、すぐ帰郷を命じられるほど健康を害していた。首都に滞在中、 オーストリア・ロシア連合軍によるベルリン襲撃から党を守るため防衛戦力の組織に力を貸す。敵軍による一時的な占領を回避することこそできなかったもののフリードリヒダ王ーは後に彼の行いを称賛した。ザイトリッツは1761年まで前線に戻らなかった。その後、プロイセン公使ハインリヒ率いる軍の一翼を任される。それは 全種の陛下から構成されており、彼の指揮官としての適性を疑う声も多かった。なぜなら、ザイトリッツは、これまで騎兵部隊を指揮した経験しか持たなかったからで、ある。その批判に彼は、フライベルクの戦いにおける働きを持って答えた。騎兵と同様に不評を引いて、戦いの奇数を決したのである。1763年、フベルトゥスブルク条約が締結されると、 ザイトリッツは、主ジエン州の騎兵総監に就任した。同地には11個連隊が常設され、彼の訓練を受けるべく、フリードリヒ大王の手で最も有望な士官が送られてきた。1767年には、騎兵大将に昇進するものの、家庭の不幸が余生に影を投げる。妻は、浮気し、何度か結婚を重ねた二人の娘は離縁された。姉は一度、 妹は二度にわたって離婚している。誤解が重なって、かつては親密であった国王,王との友情も終わりを告げた。この二人が再会を果たすのは、彼が没する数週間前、病床にある時のことであった。ザイトリッツは1773年、シュレイジエンのオーラウで没した。彼は、すでに若い頃から重ねていた色ごとによって梅毒にかかっており、 それは年齢を重ねるほどに困難をもたらし、戦勝の治癒をますます阻んでいた。結局、この病気は早期の病没の主因となる。遺体はナムスラウの邸宅、ザイトリッツルーに並ぶ霊病に埋葬された。遺体は1945年、赤軍の侵攻に際して、ソレウ兵に恥ずかしめられ、それ以来行方不明となっている。霊病は戦後、ポーランド人によって解体された。 テンペルホーフシェーネベルク区のザイトリッツ広場とみってく、シュテーグリッツツーレンドルフ区、そしてテンペルホーフシェーネベルク区に存在するザイトリッツ、道理は彼にちなんで命名された。また、病院船ザイトリッツや、巡洋船艦、ザイトリッツ、それに、従順洋艦のザイトリッツも同様である。生誕の地、カルカー市では1860年、中央広場に来、第二次世界大戦で、 連合軍の部隊が頭部を撃ち落とすと、それは戦時の被災を理由に撤去されている。その作業中、失われていた頭部は中央広場で掘り起こした土砂の中から発見された。1960年代の末、カルカーに建設された兵舎は彼の名を冠している。また、同様に彼にちなんで命名された坂と乗馬協会が存在する。 ドレスデンのドイツ陸軍士官学校の第74期士官候補生は2006年にフリードリヒビルヘルムフォン在ッツをその多大な運行に基づき年度を記念する名前に選んだ。1760年の4月18日、在ッツはズザンネ・ヨハンナ・アルベルティーネ・フォン・ハッケと題する詩を検定した。テオドール・フォンターネは3つの詩。 薄墨毛の馬に乗るザイトリッツ氏、ザイトリッツと、おアばの市長を呼び、そしてカルカー、それは刺激なりを捧げている。アントン・マイヤーとエッカート・フォン・ナーゾーは彼に小説を、献じた。ありがとうございます。